はじめましての方もご常連の皆様、 IT ジャーナリストの宮脇敦史です。よろしくお願いします。安心してください、履いていますよでおなじみのお笑い芸人、とにかく明るい安村さんが、英国イギリスの人気オーディション番組ブリテンズゴッドタレントの決勝戦に進みました。セミファイナルという準決勝で負けていたんですが、反響が高かった人の中から審査員が選んだワイルドカード枠で選ばれたとのことです。そして優勝こそ逃しましたが、この話題は日本社会に2つの事実を突きつけていたんです。しかもこの惜しくも優勝を逃した理由としてまことしやかに語られているのが、仮に万が一優勝した場合、チャールズ国王陛下の目の前でその芸を見せなければならない、国王陛下の前で安心してくださいとやらなければならないので、さすがにそれはまずくないかいという、こうした忖度が働いたんじゃないかという、まあこれ噂があります。一方で、とにかく明るい安村さんがファイナリストになったこと、これが日本社会に突きつけた事実の一つ。それは何かと言いますと、世界もまたポリコレにおやおやと首をひねってるんではないかということです。ポリコレ、ポリティカルコレクトネスというのは政治的正しさなんて訳されたりもしますが、そのポリコレの押し付けに、めんどくせえなとばかりに世界中で嫌気がさしていて、イギリスにおいてはこのとにかく明るい安村さんがポリコレに対するアンチテーゼになったんではないか。お笑い番組にそうした分析は野暮だという指摘、わかります。ただこうしたポリコレに対するアンチテーゼになったんじゃないかという考えに至ったヒントの一つが、元国連職員で著述家のハンドルネームメイロマさんこと谷本真由美さんのこちらのツイートです。イギリス民放 ITV 保守系だったんだが、なぜか急に左傾化し、保守系白人男、まあ、白人の男性出演者を追い出し、同性愛外国人女さん優先した数ヶ月後に、押しまくりだった、まあ、ゲイの司会者が未成年男子にいけないことダメですよやり、しかもコネで番組スタッフに採用してドキュメンタリーまで作らせたのがバレた。あるとにかく明るい安村さんがファイナリストになったブリテンズゴッドタレント、イギリス民放 ITV の番組です。いわゆる多様性という視点で見たときに、とにかく明るい安村さんのネタというのは、多様性、あ、ポリコレそのものをケラケラケラと笑い飛ばしていると、このように読み解くこともできるんです。かつてアメリカのビジネスシーンでは、ふくよかな方というのは自分の管理、自己管理ができていないから出世しないよと、何でも海外ではと褒めたたえる、いわゆる出羽の神の皆さんがおっしゃっておりました。とりわけ日本を上から目線で見下す文脈で使われておりました。一方今欧米のファッション業界では、ふくよかなタイプをプラスサイズモデルと呼んで一定の存在感を発揮しています。見た目をとやかく言うことをルッキズムと呼ぶようです。そしてタブー視する空気が作り出されつつあります。見た目を美醜ではなく個性と捉えるというものなんですが、すると先ほどの自己管理の話はどこに行っちゃうんですかという話になるんです。この話も実はとにかく明るい安村さんにガチコーンと接続するんです。とにかく明るい安村さんが国内でブレイクしたのはもう今から10年ほど前になるかなと思われます。そして今から8年前の西暦でいう2015年10月28日のスポニチアネックスの見出しはこうあるんです。とにかく明るい安村さん、体型維持の苦労を明かす、痩せたら丸見え、やだ。この頃多忙もあったかと思われますが、普通に生活しているだけで痩せちゃったと言うんです。すると安心してください、履いてますの、その履いてるおパンツ様が見えてしまうのでネタにならないということです。つまりとにかく明るい安村さんの体型というのは自己管理の果てのプロフェッショナルなプラスサイズということになるんです。さらにポリコレ的な視点で見ると、言葉というのも重要な要素になるかと思われます。とにかく明るい安村さんがご自身のツイッターアカウントで、まさかの決勝進出とツイートしてから24時間以上経ちました。令和5年6月6日のテレビ朝日の羽鳥慎一のモーニングショーでも、この決勝進出ファイナリストになったという快進撃を伝えておりました。スタジオにはテレビプロデューサーのデイブ・スペクターさんが招かれ、デイブさんは人気の理由の一つとして、主語がないなどのたどたどしい英語、これも人気に火をつけたんではないかと指摘しておりました。日本国内でも外国の方が
一生懸命たどたどしいながらも日本語を使う、そんなシーンを見かけたときに微笑ましく受け止める方少なくないんじゃないでしょうか。しかしここに日本と海外ではの微妙な温度差があるように思えて私にはならないんです。世界とつながるワールドワイドな SNS 空間をトコトコトコと歩いていますと、英語の訛りというキーワードに出会うこと少なくありません。先ほど紹介したメイロマさんのツイートでも英語の訛りについてはたびたび指摘があります。これはあくまで想像とお断りしておきます。いろいろとポリコレによってタブー視されていたことをギュギュギュッとまとめて凝縮した、しかもそれをお笑いというものでコーティングした、これがとにかく明るい安村さんがファイナリストになった、そこにつながった、まあ一つの理由じゃないかということです。実は SNS 空間をとことこと歩いていますと、とにかく明るい安村さんが決勝進出になったと、ワイルドカードに選ばれたとしたとき、イギリスのネット上ではブーイングもあったことが確認されております。もっと才能がある出場者がいるのになんでというものです。なんでもワイルドカードというのは審査員が選びますので、まあこれ日本のテレビ空間ではよく見るゴリ押しに視聴者からすると見えたんではないかということです。もっとも、とにかく明るい安村さんがパフォーマンスを披露すると、まさに、よ、待ってましたという反響があったことも確認されております。これまた、メイロマさんのツイートにあったイギリスの民放テレビ局の左傾化。この左傾化とかけまして、ポリコレへのアンチテーゼと説いたとき、整いましたとばかりに、いろいろなものの辻褄が合ってしまうということです。重ねて想像と断っておきますが、言葉の訛りを笑ってはいけない空気感が世界にはあるんじゃないかということです。訛りについて私のちっぽけな経験をお話ししておきます。私は大阪で生まれて高知県に渡り、東京に来たのは小学校1年生の2学期のことです。その頃私の話した言葉というのは関西弁をベースにした高知弁、土佐弁です。東京周辺にいた親戚からは私の話す言葉は面白がられ可愛がられました。ただその同じ言葉を東京都足立区の小学校に行って話すと、なんといじめの対象となりました。理由は言葉です。漫才ブームが来る数年前の東京地方では関西系のイントネーションが珍しかったようです。反対に標準語というのはテレビが普及したことによって日本全国津々浦々の、まあ、小学生ぐらいならばヒアリングができるようになっていました。いわば話し言葉と聞き言葉のギャップです。子供というのは経験値が少ないのでわずかな違いに過剰に反応するといったところでしょうか。なお昭和時代の大人の世界ではこうした訛りのことをお国言葉と呼び、その珍しさを互いに楽しんでいたように見えました。ここで安心してくださいのとにかく明るい安村さんに話を戻します。その決め台詞、安心してください履いていますよを英語でDon't worry, I'm wearing として、それがどうもドッカーンと爆笑を誘ったようです。ただ、爆笑に至った理由を先ほどのデーブ・スペクターさんは、主語のないたどたどしい英語として、安村さんの呼びかけに対して審査員側が、おパンツ、パンツと言った。この絶叫によって会場がドッカーンと湧き上がり、そして人気に火がついたというのがデーブ・スペクターさんの分析です。そしてもちろん裸ではありません。安心してください。履いているんです。と、とにかく明るい安村さんは舞台の上で堂々としているわけです。イギリスの審査員も視聴者の皆さんもこう受け取ったんじゃないでしょうか。安心してください。笑っていいんですよ。おぱーんつ。私は日本のお笑いが世界と比較して飛び抜けて優れているというつもりはこれっぽっちもありゃしません。なぜなら、お笑いというのは100人いれば100人の笑いのツボがあるからです。対してこのとにかく明るい安村さんの快進撃に結果的に赤っ端となっているのが脳科学者とマスコミが紹介する茂木健一郎先生です。茂木健一郎先生ご自身の YouTube 番組にてダウンタウンの松本人志さんに一方的なうざがらみをしたお笑いコンビオリエンタルラジオの中田敦彦さん、彼を褒めたたえる論旨でこんな発言をしていたと J キャストニュースより紹介します。根本的な問題って結局日本人が善用途、ここら辺ですね、を使って自分たちで判断していないということにつながっていくと思うんですよね。国民が幼稚園や子どものレベルで留め置かれている中で、世間の人間関係とかの中で
細かい笑いを見つけてって言って、それをショーとして見せるっていうのが日本のお笑いだと思ってるんですねと知った。批判の訴状に乗っけていたのはお笑いコンビうっちゃんなんちゃんの内村照義さんの、そのコント番組一つをもって日本のお笑いと解説してるんです。しかしバッチリとお言葉を返しておきますと、内村照義さんことうっちゃんにはうっちゃんの笑いがありますし、松本人志さんにはまっちゃんなりの笑いがあります。そして安心してください、とにかく明るい安村さんはグレートブリテンを笑いのドツボ、あ、じゃなくルツボにしたんです。これをもちまして、脳科学者の茂木健一郎さんのそのユニークな解説は完全論破、完全論破されてしまうという疑惑が、じゃかーん。とにかく明るい安村さんの決勝のネタというのは、バットマンにスーパーマン、そしてクイーン、Don't Stop Me Now でした。近頃クイーンのボーカリストフレディ・マーキュリーさん、何かと多様性の象徴のように紹介されることが増えました。そのフレディ・マーキュリーさんというと、お忍びで来日するほどの親日家でした。同時に日本もまたいち早くクイーンを発見したんです。クイーンが初来日した時、当時はまだ新人バンドだったんですが、羽田空港に1000人のクイーンのファン、日本人ファンが押しかけたんです。そして You are welcome と出迎えたんです。ここでいささか下世話な話をしますと、日本での活動で得た資金をもとに、それを起爆剤に使って世界的に大成功を収めたという見方をする専門家もおります。決勝の翌日、クイーンの公式 SNS、まあ、Twitter アカウントは楽曲を使用してくれたとツイートしてくれてるんです。とにかく明るい安村さんが今のポリコレ的な、そしてクイーンの歴史的な、えい、これも乗っけておこう、イギリスのいろいろな歴史を踏まえて、クイーンの楽曲を最後のネタに持ってきたのか、単にご当地ソングとしてクイーンの Don't Stop Me Now を使ったか、その理由はわかりません。しかし TBS ラジオの番組にもしもしのお電話で出演した、とにかく明るい安村さん、決勝戦のネタをわずか十数時間で仕上げたというんです。日本のお笑い芸人さんが少なくとも英国を魅了したことだけは間違いありません。その英国を魅了したスーパーマンネタの元ネタとなりました、アメリカンコミックの作家さんのゲリー・コンウェイさんという方は、日本の漫画を強く批判しているようです。理由はポリコレを守っていないというんです。白がこう言ってます。うるせえ。ポリコレすら逆手にとって笑いを取る。これが日本のお笑い文化なんです。いや、日本の文化、カルチャーなんです。それこそが日本の多様性なんです。つまりこういうことです。ポリコレポリコレもネタフリーですか、ポリコレポリコレもそれボケですか、いやボケじゃない、え、マジマジマジ、お笑いに正しさ持ち込みますか、ガチョーと。冗談はともかくとしまして、過度なポリティカルコレクトネスがドナルド・トランプアメリカ前大統領の人気を下支えしていると言われています。話がワープするようですが、今年のギャラクシー賞を受賞したのは髪切ったでおなじみのタモリさん。受賞式でテレビにはまだやれることがあるとスピーチしていました。タモリさんが司会を務めていた笑っていいともからは、とにかく明るい安村さんの他にも数多くのお笑い芸人タレントが出て、ワールドワイドに展開されるゴッドタレントシリーズで世界に笑いを提供しています。はい、ここで最後にもう一つの事実です。一つ目は海外のポリコレ多様性事情。海外と比較した時に日本は十分に多様性を含んでいるということ。そしてもう一つが、いずれもの情報、海外での情報を SNS で今知ることができるようになっているんです。ニュースやワイドショーがとにかく明るい安村さんの快進撃を伝えたのは、ご本人のツイートの24時間以上経ってからです。つまり多様性だ多様性だとギャースか騒ぐニュースやワイドショー。日本国内はすでに多様性に溢れていて、そしてそのテレビから最新情報が消えた消えたやったとなってることをうっかり確認してしまった今日この頃でございます。多様性とは我々の魅力が無力でないことと同じ意味です。というわけでみんなで頑張っていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。今回の番組をお楽しみいただけたならば、いいねをクリックしていただけると嬉しいです。それではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです。最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。
正直と言いますが、今回のベストの戦いを見ればベストの戦いを召喚し、赤が勝ち、ブルースフィルム、ブルースフィルム、日本で人気の戦い。はい、と番組に最後の最後までお付き合いいただいている皆さん、突然ですがじゃんけんタイム。みやちゃんじゃんけん、じゃんけんグー、私がグーなのでパーを出して、あなたパッとしてグー、おめでとうございます。私と同じグーを出したあなた、プシクロスカウンターか、やるな、何者だ。そしてチョキを出したあなた、名古屋地方でチョキやピー、平和を愛するピーサイ。それでは本当のバイバイ。